こんにちは、こんばんは。おはようございます、ギコちゃんです。うわ、はい、ということで、こんなにワクワクする劇中震災は初めてだ。というのも、まあもうサムネイルとタイトル通りですが、ラックマックスしていないラック順で見ていくと分かりますね。ウリエル95ね、ワルプルギス95なんですよ。あと1体どっちも出れば運極達成。これやばいよマジで。この状態はかなりやばいと思ってる。でしかも今日見て、第1弾ということで劇中もね、ウリエル、ロミンフット、ワルプルギス、天草四郎、この4体がっていうことなんですよ。はい、じゃあ100連引いていくよ。284個残しね。オケ丸でしょう。行きましょう。まずは10連目、これで1人決めちゃってもいいんだよ。ストライクショット2回転よろしく。ああ2回転はしないね。まあまあまあいいけども、別に私は構わないですけども、でも出てくれた方が嬉しいなーって思ってるんだけどね。獣だね。20連目大丈夫、100連もあれば出ると思うよ俺は。ね、みんな信じよう。ストライクショット、一発一発に全力、これだから。これだね、ちょっと聞いてくれよ。一応これ本当に劇中心者なのかこれ。おい、全然出ねえじゃねえかよ。ああ30連目いくぜ。ストショどう、ここまで来ればどう、さすがに、さすがにどう、ここまで来れば30連は爆しないだろ。なかなかそろそろ中出るだろ。よし、うん、よし、ああ、親指姫ね、と、なんでシルフじゃなくてシリウスだ、シリウスと親指姫が出ましたね、ティアラ。はい、次行きましょう。40連目だよ。いや、そんなんじゃねえんだって。嬉しいよ、出てくれるの嬉しいけど、ウリエルかワルプルギスだから、チャンのギコマロが欲しいのはな、わかるこの気持ち、チャンのギコマロ、それが欲しいんだよ。ワルプルかウリエル頼む。ロビンフットじゃない、ロビンフットも嬉しいけど違う。あー、限定出てくれるのは嬉しいことだがね。50連目やべえ。ああ、これは来たんじゃないか、どっちかが、どっちか出ればいいんだからね。とりあえずいきます、ストライクショット、決まったんだよ。もはや決まったとしか言いようがなさそうな気もするんだがな。ああ、どうだね、ウリエルかは、そういうことするよな、お前は。お前そういうことするやつだもんな、昔から。うん、知ってた、そういう男だってことは知ってる。うん、油断ならない男だってことは知ってる。だが、だがの男だ。こっちはワクワクしてんだ、変なおっさんばっか出てこられちゃ困るんだぜ。半兵衛さんね。なるほどなるほど。グリファンみたいな感じになっちゃったね。北斎とアンベ次。いやいや、あーでもこれはこれでパチパチでもしようものならチャンスは高いよ。しないね。いやでもチャンスはある、ウリエルかワルプルギスお願い。ウリエルかワルプルギス一番出にくい2人だと思うよ正直。あーペー47だ、ペーちゃんだこれ。さあもう折り返し終わってるからね、いきます。冷静にいこう、冷静と情熱の間に行けばどうにかなるはず。頼む、ウリエルかワルプルギス。
マジ？それ無表情でいこう。無表情でいく。何も考えない。なるほど、まさかです。どうなってんすかこれ。ちょっと待って、今日の劇中室でやべえな、俺相性が悪すぎる、体の相性がね、ちょっと悪すぎんな、悪すぎるって言ってたよ、悪すぎるくすとか言ってると、とか言ってると、ワルプルギスは来ないね。この感じはリボンですね。やべえ、ちょっともうちょっと引くわ、もうせっかくだから。はい、なんでこんな出ないの。ワルプルかウリエルって本当に頼む、今日は出やすい日なんでしょ。ロビンしか出てないよ。あー違う、もう行くよ俺は、もうやっちゃうから。あーもう俺許さない、そういうの、そういうね嘘くさい表示は許さねえ。俺が本当だってことを証明してやるぜ。出て、おー、なるほどな、なるほどですね。引っ張って離すと、簡単な作業ですね。ポン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 、お金がなくなっちゃう。これ引っ張って放つと、諭吉が一人消えるわけですから。ああいいですね、うん、素晴らしい。いきます、ストライクショット。なもう決めよう、さすがにここでどっちか出そう。な、劇中審査員の名前がついてるだろ。劇中審査員って名前をね、そんな風に扱っちゃいけないよ。 X フラッグさん、これはやっぱ劇中審査員って言ったら排出率を良くするね、月1回のイベントですから。今回は大盤振る舞いでいっちゃいましょう。はい、どうぞ。このおっさん専用のこれ祭りなのか、これは。このおっさんしか出てこないぞ、限定が。どうなってんだ、ここら辺から起死回生の瞬間か。これやべえな、マジでロビンフットしか出ねえ。ロビン祭り始まっちゃったな。ラスト行くぜ、俺はやることやらさせてもらうぜ。ほらこれで終わりだから、見てろよ、絶対ロビンフット出んだよ。これフラグじゃないからな、ウリエルかワールプルギス、どっちか出てほしい。もうロビンフットはもういらないから、じゃあ満を持して引かせていただきます、ストライクショット。これはもう出ただろう、ワールプルギスかウリエル、天草四郎いらないね、天草四郎はいらないからな、ロビンフットもっといらないから。チクッとしますよーが来てたね。あれ待って、俺これ運気もなったじゃん、チクッとしますよ確かなったよね前、チクッとしますよなりました前、そういえば思い出した。はい、ということで130、40、50連したんだけど、今日アップしているはずのウリエルとワルプルギスと天草四郎は出ませんでした。でもロビンフットがあれだけ出たってことは、まあ俺の引きの問題の可能性の方が高い、ってことは否めないね。あ、もうしょうがない、今日第1弾だけど、第2弾第3弾第4弾あると思うんで、第3弾までか、まあね、明日明後日にかけていきたいなと思います。特に第3弾ね、ウリエル、はい、ミロクもね狙っていこうかなと思います。
はい、ということで以上、あ、ギーコちゃんでした。バイバイ。